最悪です、最悪です、最悪です。この気持ちをどこにぶつけたらいいんだろう。わからないね。わからないから辛いんだ。辛いからわからないんだ。どっちなんだろうね。皆さんどうも、ピーマンです。自己紹介が遅れた。なぜいきなりこのようなことを言ってるのかと言いますとですね、事情の方はだいたい動画のコメント、動画のタイトルに書いてあるんでわかると思いますが、私の PS4 のセーブデータすべて消えちゃいました。消えちゃいました。消えちゃいました。コッパみじんにね、弾けて混ざれと消えちゃいましたよ。悲しいね。悲しいね。積み上げてきたものをすべてぶっ壊された。スキマスイッチにそんな歌詞があったよね。全力少年だったか。すべて消えちゃいました。あー、にゃにゃー。泣いてますけどね。皆さん、秘密ですけど僕もう泣いてるんですよ。なぜ消えたかというとですね、僕の弟が、手違いでですね、PS4 を落としてしまい、まあ、落差のないところだったんですけど、そこからですね、なんかプレイできなくなって、弟の話を聞けば、なんか PS4 のセーフモードっていうのが出てきたらしいんだよね。普通 PS4 電源つけたらこの画面に移動するはずだよね。でも移動せず、なんかセーフモードっていうのが出てて、プレイできなくなった。で、弟焦りました。どうしようと。まあ、この PS4 は僕のですから、弟もプレイしてます。家族もプレイしてますが、僕のですから、僕のお金で買いましたから、弟はものすごく焦りました。お兄ちゃんが帰ってきたら、これはどえらいことになると。あかん、俺で何とかしないとダメだ。俺が何とかしよう。よし、どうしよう。何度もいろんなことを試しました。ゲームはつきませんでした。じゃあ、しゃあないと。初期化。これしかないんじゃないかと。兄貴はコッコッと帰ってくる時間が迫っている。そこで兄貴がゲームをつけてつかなかったと言えば、ものすごくぶん殴られると覚悟したんでしょうね。それならもうついてほしい、とにかくつけという思いで、そのセーフモードの中に初期化するっていうのがあるんですよね。それを押したらしいです。そしたらコッパみじんにセーブデータがすべて消えました。そして僕が帰ってきました。それ玄関を開けたらですね、弟が土下座してるわけですよ。俺に向かって何をしとるんだと、いきなり、お前は気違いかと、何がしたいんだと、誰を待ってたんだと。ほんだら、あなたですと。あ、俺を待ってた。なぜ土下座で。俺も嫌な予感しましたよ、この時点で。正座して待ってた時にね。あ、終わったなと。なんかしたんだろう、なんと。事情を聞けば。PS4 がちょっと壊れて。ほんで、初期化してセーブデータが消えた。しかし、電源はついている。だから許してくれ。許せるわけねえだろ、バカ野郎と。殺すぞと。お前殺すぞと。まあ、言いませんでしたけどね。ここに、心の中で。まあ、正直怒りというのは非常にあるよ。手を出そうかなと思った。しかし出すわけにはいかない。無情に。ただただ悲しかったね。手出すわけにはいきませんから。そして、僕は兄貴として心の広さというのを見せなきゃならない。弟に強がってですね、そんなん気にすんなと。いつもなら切れてるんですけどね。でもここぞというばかり。そんな気にしなくていいと。大丈夫だと。また最初からやればいいと。そして自分の部屋に戻ってきたんですが、泣いてます。多分弟もおそらく気づいてたでしょうね。俺が半泣きになってるということを、ものすごく積み上げてきたものが全てパーなんです。まあ、事情はこういうことです。弟のミス、弟によりですね、このようなことになってしまいました。正直に謝ってくれたのは非常にね、好印象なんですけど、やはり壊したという部分で非常に怒りがある。手出してはないんですけどね、手は出してない。手出したら負けますからね、僕は。先に手出すと負けるんでやめときましたけど、ただ本当にね、このようなことになってしまって、悲しさしかないね。まあ、事情はこういうことなんですよ。てなわけでですね、今まで、というか今もたくさんの PS4 の実況動画出してきてます。そのシリーズすべて実況中断したいと思います。例えば今画面に映ってるこの MLB ザショーの中のロードトゥーザショーというね、一人の野球選手になって今頑張ってたんですけど、実況。そのセーブデータもですね、消えたため、また最初からという形になりますね。そういうこと。
バットマンもそうですね、最近出し始めた。そしてドラクエ、ドラゴンボール。あ、ドラゴンボールはちょっと違うかな。ドラゴンボールはちょっと違う。ドラクエ。ほんで、夏色ハイスクールだったりもそう。今だやってる PS4、アドバンスウォーや。そうだ、COD もそうだ。どうしましょう。どうしましょう。というわけでですね、すべての実況、一旦、もう、中断ですね。COD は別に関係ないかな。COD はそんな言うほど関係ない。また初めから始めればいいんですけど、やはり夏色ハイスクール、そしてこのゲームだったりもそうですね。セーブデータがあって、そこまでその一つのセーブデータを進めてきましたから、そのセーブデータを失った以上、もう実況はできませんからね。ってなわけで。このロードトゥーザショーにしろ、あれにしろ、すべて中断して、また最初から実況をね、し始めたいと思います。もうほんと見てくださった方には申し訳ないですけどね。またね、皆さん最初から見てくださると嬉しいです。この MLB ロードトゥーザショーもね、また選手を最初から作りですね。夏色ハイスクールもまた最初から、バットマンの方はね、そんなプレイしてなかったんで、まだ。は、また、実況動画の続きからね、プレイしていく感じで、やっていきたいと思いますので。ほんとこのような形になって申し訳ないという気持ちでいっぱいですね。皆さんにはご理解いただけたらなと思います。そしてね、ピーマンツイッターの方も始めましたので、ツイッターの方もね、ぜひフォローしてくださると嬉しいです。変なことつぶやいていきたいと思いますのでね、このゲームのセーブデータが消えた虚しさなどもつぶやいていきたいと思います。じゃあ、今回はこれにて終わりになります。本当にもう一回、ガチで謝罪したいと思います。申し訳ないと。楽しんでいた方々には申し訳ない結果になってしまいました。ただね、一番悲しいのは誰かと聞かれれば俺なんですよ。俺ですから。皆さんにも分かってほしいかなと思います。またですね、新たな形で実況動画をですね、夏色ハイスクールにしろすべての PS4 の実況動画を出していきたいと思いますので、見てくださると嬉しいです。終始グダグダ申し訳なかったですね。じゃあ、またゲームの実況動画でご会いしましょう。グッバイ。